この2人の試合に何のタイトルもかかってないんだと思いながら見てますね。これは本当にゾクゾクするすごい2人の試合ですね。ワンマッチっていう言葉が響きますよね。先ほどの日本の結構久しぶりの試合だと思います。で、朝日の太陽は強さどんどん発揮してるんですけど、レオナペダスが強いんでしょうね。朝日さん対応もっと強いんですよ。やっぱりレオナペダス強いんだなと思ってきてね、うん、ちょっとそういう思いどちらかなと、こう間違いながらっていうことなんですか。そうですね。あー、もうこうあんだけ成長したさらにスルートよくとそれでも打ち込んできた。すごいな。入っていかないといけない今里さん。そうですね。もうちょい近くないと当たらないですね。伸ばしますけれども、レオナ手長いですよね。確かにそうですね。おー、ナイス簡単に膝。おー、引いた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 か。おー、レオナ強い。まとめていったレオナペダス。この第3ラウンド最初のダウン。さあ残り時間45秒。いやこれレオナ倒しに行くか。いや関根さん行きますかね。ここがレオナが。でもダメージあると思いますよ、船越は。わあ、効いてる効いてる。まとめる、まとめる。あー、効いたか。2回目のダウン。おー、勝った、倒した。文句なし。レオナペダス、文句なし。船越優太、KO 勝利。視線がスタッシュ。自分はあの試合に全てかけてたんで結構やりきったかなって、もう別にやめてもいいかなって自分は負けて、弟も泣いてる話があったんですけど負けてしまってたんで、自分ももう引っ張っていかないと全部ダメになってくんじゃないかな。自分はやっぱ一番上だったんで、まあ普段通りやれば普通に勝てると思ってるんで、まあ普段通りやって、まあ普通に強いって証明したんです。まあ普通に強い選手なんですけど、まあ相手が弱いですね。はい、僕以上僕より強いやつやってないだけなんで、まあっていう感じですね。僕とってどうなるかなっていう感じです。はい。Trying harder to fall.